久保さん、ドリームアカデミアが稼げないわけにしましょうか。わけわけにしましょうドリームアカネが。ドリームアカデミアが稼げない理由にしましょうか。はいはい、まあ、あの、即下塾入ろうが、ドリームアカデミア入ろうが、何のコンサル入ろうが、あの、すいません、稼げないです。やらないと <laughs>。だから、成功代行じゃないんで。 あなたの成功、あなたの人生を僕が代行しますよって話じゃないですよね。あなたのメディアを僕が代行してコンテンツ作りますよと。あなたの商品をあな僕が代わって代行して作ってセールスしますよっていうものではないので、自分の人生は自分で切り開いていかないといけないですよ。で、教わったことをやらないといけないんですよ。考えないといけないんですよ。で、それをやらない人が多すぎるんで、入っても、まあ結局それをやらないってことですよね。だからやっぱ入って満足しちゃう人が多いですよね。 うん、でや久しぶりにね僕コンサルやってるんですけどやっぱねコンサルが一番、まあ、あのコンサルでもやんない人もいるんですよもちろんコンサルでもやんない人はいるんだけどもコンサルの方が確率は高いですね、うんまあ、その人がドタキャンして逃げたらもう無理なんですけども、まあ、今からもねまたコンサル入ってるんですけど毎週1回やってるんですよであの9時からまたコンサルをやるんですけどまあ コンサルで何や,やるかっていうと、やること決めるんですよ。やること決めます。で、やってもらう。その1週間ごとやってるんですけど、やること決めます。反省点とか改善点とか、そこでやることも決めるし、反省点、改善点、今後の方向性をもんでいく。で、えー、やったら報告つ、常にもらう。で、また1週間後や,あのきやること決める。で、そこでまたブラッシュアップしていくっていうのをずっと続けてるんですね。で、今まで結局やれてない人が、まあ、今、次、 9時かからやる方は今まで1人ででで人きなかったんですよだけど今できてます。うん。だからまあ多分ねまあもちろんコンサル入ってもやらない人もいるのであれですけども,もう毎週1回っていうそのルールが定時があってでそれをドタキャンしないんであるならばまあそれ参加するしかないじゃないですかで。参加したら何するかっていうとやることを決めるんでそう。<laughs> やることを決めてるのにやらないんだったらそれは 成功したくないってことですか稼ぎたくないってことですかって話になっちゃうんで。なのでね、まあ、いろいろやってますけども、まあ、コンサルも絶対ではないけど、確率を求めるんだったら、そのコンサルが一番いいと思いますよ。だから、ライザップもそうじゃないですか。一人パートナー、あの、トレーナーさんがついて、一人でマンツでやると思うんですよ。ダイエットの確率高いじゃないですか。痩せられる確率が。うん。だから、まあ、一番、まあ、まあ、なんだ、いいのはコンサルじゃないですかね。 でやっぱ成功モデルって人それぞれ違うので、うんまあ、教科書はある教科書は作れるんだけど教科書はあるんだけどもじゃあその教科書がその A さん B さん C さん X さん全部に当てはまるかっていうと当てはまらないんでやっぱ一人一人聞くっていうことしかないんですよやっぱどういう状況なのかどういうことができるのかどういう強みがあるのかどういうことを強みにできるのかとかね発見その強みを発見するとかねそれはまあなんだ一人一人やらないと無理かなっていう。 オーダースーツじゃないと本当にぴったししたスーツは作れないかなと思いますね。多分ね、オーダースーツが究極だと思いますけどね。うん、はい、いってらっしゃい。